はい、マサです。僕は今インドのアグラカント駅に来ております。こちらはですねタージマハルの最寄り駅なんですけども、もうすでにね多くの人に賑わっております。今回ですねここアグラ駅からニューデリー駅に戻りたいと思います。で今回はですね、私はファーストクラスに乗っていきたいと思います。ただですねインドの電車はねめちゃくちゃ遅れているということで、現在の時刻大体18時ぐらいなんですけれども、僕が乗るやつは18時ということで、おいおい電車乗らんでいいのかというふうに思うかもしれないんですけれども、すでにね1時間半以上ね遅れているので、ちょっと待合室で待っておこうかなというふうに思います。だいたいねファーストクラスでデリーまで1000ルピーぐらいかな、帝国でだいたい3時間ぐらいかかる見込みです。多分ねもう多分もうそれ以上遅れると思うんですけれども、まあ、どんな旅になるのでしょうか。まあ楽しみと不安なんですけれども、はい。でアグラ駅の前はねもうデリー駅と比べ物ならないぐらい結構勧誘の方がいて、まあ、観光地ですからね、まあ、そういうのは取っ払って自分が乗りたいトゥクトゥクリキサに乗ることをお勧めします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは中に入っていきましょう。インドの電車はねいつも通り保安検査があるので、まあ、それ抜けていきたいと思います。まあ、でもね保安検査といってもなんかカバンを無限状にチェックされるっていうことはなかったですね。多分そういう感じなんかな。行ってみたいと思います。あ、僕が乗る電車ちょっとチェックしておきましょうか。出てくるかな。あ、もうあれですね、帝国過ぎてしまっているのでもう表示はされないみたいですね。はい、一応今チェックしてみたところ3番乗り場から出発するみたいですね。このなんかよくわからない保安検査場、はい、ちょっと通り抜けたいと思います。はい、中に入ってきました。とりあえず僕は3番乗り場から出発するんですけれども、まだ時間があるのでちょっとウェイティングルームで待っておこうかなと思います。はい、ただいまの時刻19時14分なんですけれども、まだ、電車は来ないようですね。で心配していた、ね、案内表なんですけれども表示されるようにはなりました。ただ、帝国は18時出発なんですけれども、時刻が改定されて今は、19時40分発、12137プンナブメイル方面ですね、3番乗り場から出発することは変わりはないそうです。はい、ちゃんとねヒンディー語でも出てインド感が出てますけれども、ちょっとね残り25分ぐらいなんで、ちょっとここの辺でねポテトチップスでも買おうかなというふうに思います。はい、何ルピーなんでしょうかね。多分15ルピーなのかな。はい、ちょっと買ってからのお楽しみですね、値段は。はい、なんかインドの人も QR コード決済を普及してるみたいですね。多分インドでいうペイペイみたいな感じなのかな。インドを旅行していく中でかなり見かけたこの QR コード決済のやり方ですね。Okay, this one and water, please. Do you have a water, please? Thank you. 買ってきました。この2つでだいたい34ルピーですね。めちゃくちゃ安かったですね。はい、もう水に至っては多分15ルピーとか、だいたい20円ぐらいですね。もうどこの水よりも今まで買ったどこの水よりも安かった、そんな気がします。でもこれの他にちょっとねチャイ、路上チャイっていうのが売ってるんで、それにちょっとチャレンジしてみましょう。はい、今からチャイ買いたいんですけども、あんな風にね路上で売ってくれているという感じですね。ちょっと頑張って追いかけてるんですけども、結構歩くん早くてですね、チャイ売りの人追いつくんが大変ですね。僕結構スーツケースとか持ってるんで、ちょっと頑張って追いかけてきます。あ、チャイ売りの人、あ、向こう行っちゃった。あ、チャイ買われへん、どこ行くん。休憩かな。新しい人来たらいいんやけど、こんな感じな気がするんですけどね。結局ね、ここから出てくる様子はなくて、もう残り出発まであと15分とかしかないので、乗り遅れるのはちょっと怖いので、ちょっとこのままね出発ホームで行きたいと思います。
今いるのが、プラットフォームナンバーワンで、僕が乗るのがプラットフォームナンバースリーですね。では移動したいと思います。はい、じゃあ3番乗り場着いたんですけども、僕が乗るチケットね、121375っていうね、電車なんですけれども、こちら見てみると12137これか、ヒンディー語でちょっと読めないんですけれども、19時45分に出発、19時50分出発のまさかの2番乗り場に、ホームが変更になったようですね。まあ、結局ね3番乗り場に来たんですけども、2番乗り場に移動したいと思います。2番乗り場どっちや、あ、なるほど、あ、隣か、なるほどなるほど、はいはいはい、対面なんで同じホームを共有してるんで、そんなに移動は大変じゃなさそうですね。今回ね、ファーストクラスの 1A という車両に乗ります。インドの車両は日本と違って1号車から最終号車までね、全部扉につながってないんですよね。なので乗る前に自分がどの車両を乗るかっていうのを把握しておく必要があります。ちょっと待ちというかホームに座っている人に聞いてみましょうか。はい、はい、ということで電車がやってきました。今回乗る電車ですね、121375ですね。はい、多分客車ごとにね、すべて1位の番号が割り当てられてるんじゃないかなと思います。僕が乗るね 1A 号車は ここが A2 なので、多分次ですね、はい、ありましたね、あれ、あったあったこれや、 A1 こちらに乗り込みます。ファーストクラスですね。はい、こちらがマークになっております。あ、なんか寝台車っぽい感じなんかな、まあ、すごい快適そうですけれども、はい、では乗り込みたいと思います。あれ、こっから乗られへんのか、こっからか、なるほど、はいはい、では、今から3時間ぐらいかけてデリーへ戻ります。座席に到着しました。今回の座席がですね、すごいですよ、じゃじゃんじゃじゃんということで、こちらが私の座席となっております。もちろんね、この、4ベッド全て使えるわけではなくて、この一番上2段目の右の、椅子というんかな、これベッドで、ここが私の席ですね。はい、布団とかも用意されてるみたいですね、枕とか。別に寝台車とかの予約はしてないんですけれども、もうファーストクラスに乗るとこういう設備もついてるみたいですね。はい、あとはコンセントとか、ついてるみたいですね。はい、これ消したりとかつけたりとか自由にできるみたいですね。はい、そんな感じです。で、一応ね、VIP の方も乗られるということで、これはカーテンを閉めることもできるんですよね。僕 VIP でも何でもないんですけどもね、はい、ちょっとカーテン閉めた方が落ち着くんで、カーテン閉めてるっていう感じです。はい、ちなみにね、ここでは、ね、飲食とか飲み物とかも OK って言われたので、はい、ちょっとお酒買ったポテトチップスとか買ってゆっくりしようかなと思います。隣の寝台車はベッドの幅がちょっと狭いぐらいで、他はあまり、ね、設備としては変わらないんですけれども、一番特徴的だったのはこのプライベート感がね、ファーストクラスはめちゃくちゃあるということですね。はい、インドに来てこんなに、ね、広々としたところっていうのはもうホテルのベッド以外にないので、ごめんなさい、ちょっと目的地に着くまで仮眠を取らせていただきます。はい、では、おやすみなさい。出発してから2時間ほど経ったんですけども、まだこの辺りにいるんですよね。果たして日付を超えるまでにニューデリーに着くことはできるんでしょうか。まあ、時間を気にせずね、だらーってここで寝るのもね、まあいいんでしょうけど、はい、ちょっとしばらく寝ておこうと思います。で、検察なんですけれども、アグラ駅で
乗車した時にもチェックがあったんですけども、さっき2回目の検察があって叩き起こされましたね。まあそれぐらいですかね、不満なのは。はい、夜はねかなりのスピードで飛ばしてくれてるんですけれども、なんか謎の理由で途中で止まったり、めちゃくちゃ遅いスピードで走ったりするので、それがよくわからないんですよね。それが原因で遅れてるんでしょうけど、遅れる原因はね未だによくわからないですね。多分霧が原因なんかなって思うんですけども、はい、昼間はね霧出てる時にめっちゃスピード遅く走ってたんですけども、今霧出てるんですけどもかなりのスピード出して爽快に走ってくれてますね。はい、ニューデリー駅の一つ前の駅に到着しました。今の時刻午前1時でございます。アグラ出発時からさらに1時間ほど遅延が拡大しております。まあ、インドの、ね、国鉄は時刻表は、ね、当てないようなもんだと思っておいた方がいいかもしれません。はい、ただこの寝台列車ということもあって、あの辛いという思いは、ね、全くなかったです。まあ、隣にあのビジネス客のお客さんが乗ってこられたので、まあ、貸し切りみたいな感じではなかったんですけれども、はい、十分快適でした。では残り10分ほど揺られておきます。はい、ニューデリー駅に戻ってきました。今の時刻だいたい1時21分ですね。もうこの時間にもかかわらずかなりのお客さんがこれから乗られるようです。だいたい5時間遅れなんですけれども、かなりねゆっくりできましたね。寝台車ということで横になることもできましたし、特にそんなに疲れてないっていう感じですね。はい、非常に快適でした。だいたいアグラからニューデリーまで1600円ぐらいなんで、一度ねインドの国鉄乗る方はこういうファーストクラスに乗ってみるのもいかがでしょうか。日本にもね寝台列車サンライズがあるんですが、あれはね7時間乗って1万4000円なので、こちらはねはるかにコスパがいいです。インドはね疲れやすい国なので、ぜひ皆さん乗ってみてはいかがでしょうか。はい、はい、この動画を見てねインドの国鉄結構ディープな2等車とか乗ってみるのもいいと思うんですけども、まあ、ファーストクラスでインドで試してみるのもちょっと面白いかもしれません。動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。